こんにちは。今回は成城石井の商品を普段どんな風に使っているか朝ごはんでお届けしたいと思います。ちょっと張り切って野菜メインの朝ごはんになっていますが、その辺も楽しんでもらえたら嬉しいです。ではどうぞ。月曜日はアボカドを使って朝ごはんを作りました。昨日茹でていたアスパラガスとアボカド、ブロッコリースルフォラさんを混ぜます。味付けは塩コショウとオイルは何でもいいんですが、ヘンプシードオイルを最近使っています。このサラダ美味しいので結構気に入っています。そしてこのかぼちゃサラダも昨日作ったんですが、これは夫がすごい気に入ってくれるのでこれもよく作ります。簡単で電子レンジでかぼちゃを加熱してマヨネーズとあとこのマスタードで味付けをします。これだけでも十分美味しいんですが、今回はハーブのディルと成城石井で購入したアマランサスを入れています。鉄、マグネシウム、亜鉛など栄養素がすごく豊富なスーパーフードです。アマランサスは粒が小さいので水切りネットなどに入れてから10分15分ぐらい茹でて冷ましてからサラダに入れています。ただアマランサスはちょっと独特のこう風味があるのでそのままでも食べれるんですが、しっかりした味付けのもの、こういったマヨネーズとかのものと一緒に食べた方が美味しく召し上がれると思います。これと一緒に新商品のリリコイバターを食べました。リリコイっていうのはパッションフルーツのことで、酸っぱ美味しいって感じでした。あと今日は炭酸水を飲んだんですが、食欲がない時は朝にこれを飲むと胃腸に刺激がいくらしくて、食欲増進や便秘改善につながるそうです。火曜日はズッキーニを使って朝ごはんを作ります。薄くスライスしたズッキーニとあと卵を使ってオリーブオイルで炒めます。味付けは塩コショウのみです。とっても簡単なんですけど美味しく食べられます。あとこれはラディッシュですね。サラダに一緒に入れます。このウインナーは成城石井のチェダーチーズ入りのウインナーです。これもすっごい美味しくて気に入っています。はい、もう一緒に炒めちゃいます。ベビーリーフに先ほどカットしたラディッシュ、そして一昨日炊いたこれはアマランサスを一緒にサラダに入れています。アマランサスは1回炊いてから 2,3 日ぐらいで私は使い切っています。あとこのヘンプシードオイルはオメガ3脂肪酸という体の中で作り出すことができない必須脂肪酸というのが含まれているので、こういったオイルで取っています。少しナッツの風味がして比較的食べやすいオイルだと思います。あと夫はコーヒーを飲むときにこのココナッツオイルを小さじ1杯分入れてから飲んでいます。ココナッツオイルコーヒーというのは健康や美容、あとダイエットにも効果的と言われていて、夫はこういうのが好きなので朝コーヒーを飲むときはいつもココナッツオイルを入れています。手前に置いているのがルバーブのコンポートです。パンにつけて食べるんですけれども、ルバーブというのは野菜なんです。ただ味はパインとかキウイのようなフルーツの味がしてとっても美味しくって、夫のお気に入りのコンポートです。水曜日の朝ごはんはヨーグルトです。今回動画にするということで夫のお気に入りが多いんですが、このジャーマンヨーグルトも夫のお気に入りの一つです。もっちりとした食感に酸味とあとミルクの旨味とコクが強いヨーグルトです。あとはオートミールとバナナを乗せて食べました。青りんごは夫のリクエストです。私たちは結構りんごや人参など皮付きのまま食べることが多いです。お互いあまり食欲がなかったので軽めの朝ごはんでした。ヨーグルトにかけたのはこのデーツシロップです。デーツは夏目足と呼ばれる実のことで、食物繊維、鉄分、カリウム、ミネラルが豊富なミラクルフルーツです。これをシロップにしたもので、味は干し柿のようなコクのある甘みです。白砂糖よりも太りにくいとも言われていて、砂糖の代わりに使うといいと思います。あと今日の飲み物は 100% 果実発酵のお酢から作ったミチョを飲みました。水曜日の朝ごはんはこんな感じでした。木曜日はゆで卵から作ります。
アルミホイルにしっかり包んで、お水が入ったコップに入れて電子レンジで7分加熱します。常温の卵だと7分でちょうど半熟くらいになります。そしてこちらはケールです。ケールは生のままでも食べれるんですが、ちょっと食べにくいので炒めて食べることが多いです。また茎も食べにくいので、茎以外の葉っぱだけをちぎって炒めています。アボカドはお互い好きなので食べる頻度が多いです。こちらは先ほど電子レンジで加熱したゆで卵です。ちょうどいい感じで半熟になります。で、あとは盛り付けていきます。もう基本的には塩コショウとオイル、そしてレモン汁で食べることが多いです。ケールは美味しいことはないんですが、健康のために食べています。夫は嫌いじゃないけど、ちょっと口に残るかなと言いながら食べてくれています。はい、木曜日の朝ごはんはこんな感じでした。金曜日は食材がなくなってきたので、トマトとブロッコリーで朝ごはんを作っていこうと思います。食パンにチーズを乗せて、その上にトマトとブロッコリーを乗せます。野菜のチーズトーストなんですが、これ結構美味しいんです。私はトマトよりブロッコリーの方が好きです。仕上げに胡椒をかければ出来上がりです。トマトはピザトーストのような感じになります。金曜日の朝ごはんはこんな感じでした。土曜日はアボカドを使ったサンドイッチを作ります。ツナにマスタードを入れると美味しくなります。パンをバターで焼いて、その上にチェダーチーズ、先ほどカットしたアボカドを乗せてから塩コショウで味付けをします。マスタードだけじゃなくてマヨネーズも一緒に混ぜています。その上にチーズを乗せていきます。いい感じに焼けました。今回はベビーケールを買いました。ケールより苦味が少ないので、生のまま食べても美味しく食べられます。ベビーケールにベビーリーフ、ラディッシュと、あとはオイルと塩コショウで味付けをします。最近はサラダにナッツを入れることが多くて、食感の幅が出ますし、食べ飽きないので気に入っています。そして今回は夫のお姉さんからいただいた人参と黒崎茶豆のポタージュをいただきました。あと夫が好きな朝ごはんは目玉焼きとウインナーなので、それを作ります。サンドイッチができました。中はこんな感じです。やっぱりマスタードを入れた方が美味しくなると思います。土曜日の朝ごはんはこんな感じでした。土日の朝ごはんはだいたい1時間ぐらいかけて朝ごはんを食べています。この日はこの後成城石井のパトロールとスーパーへ買い出しに行きました。日曜日の朝ごはんはアボカドでバラを作りたいと思います。アボカドを 0.5 ミリぐらい薄くカットして、それを伸ばしていきます。それをくるくるくるっと巻いて、外側をちょっと広げるような形で巻いていくと、綺麗なローズが出来上がります。意外と簡単にできるので、サラダプレートとか作る時にはおすすめです。お皿にサラダを盛り付けていきます。これはキヌアで土曜日に炊いたものなんですが、キヌアもスーパーフードで鉄、マグネシウム、ビタミン B1 が豊富に含まれています。アマランサスよりも粒が大きめで、ご飯の代わりにして食べることができます。アマランサスよりも癖がないので、とても食べやすいと思います。普通にお水でご飯を炊くように炊いてもいいんですが、今回はコンソメとディルを入れて炊いています。ほんのり味がついて食べやすくなるので、個人的にはコンソメで炊くのがおすすめです。魚やお肉に添えてもいいと思います。目玉焼きとキヌア、サラダと、あとアボカドローズ、そして実はこれにプラスして成城石井で購入したパンとドーナツも一緒に食べています。ちょっと欲張りな朝ごはんでした。ちなみにクロワッサンが焦げてしまいました。1週間の朝ごはん、野菜をメインにして作りました。はい、というわけで我が家の朝はこんな感じで過ごしております。普段
ここまで野菜がいっぱいだったりっていうのはないんですけど、ただまあ夏場で今葉野菜が結構美味しい時期なので、なるべくドレッシングなどは使わずにオイルと塩、あとは胡椒ぐらいでいつも食べています。今回紹介した中で僕が一番好きだったのがかぼちゃのサラダです。中にアマランサスっていうのが入っていて、先ほど紹介したようにすごく栄養価に優れた穀物なんですけど、若干ちょっと稲っぽいというか独特の風味があるので、まあスパコが言っていたように少し濃いめの味付けで一緒に混ぜてあげるとすごく食べやすいですし、まあ、穀物なので結構腹持ちがいいので、まあ、パンとかなくてもこれだけで結構お腹膨れるかなって思います。あと個人的に商品のおすすめはやはりジャーマンヨーグルトです。酸味も少しあるんですけど、本当にミルクの旨味甘みが強いので、僕はこれ何もつけなくてもいけるんですけど、まあ、今回はオートミールとデーツシロップで食べました。デーツはすごくミラクルフルーツと呼ばれているぐらい栄養素が豊富で、なかなかこう身として食べ続けるのは難しいんですけど、こういうシロップで手軽に味わえるのはいいかなと思いますし、成長石でも徐々にではあるんですが品揃えが増えてきているので、まあ、もう少し値段が下がってきてくれたら普段使いにもいいかなと思います。引き続き在宅やリモートワークの方も増えていて、いつもよりしっかりと朝食をとる方が増えていると聞いてます。なので今回の動画少しでも参考になれれば嬉しいですし、少しでもいいなと思ったらチャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。